切り抜き3、4回絶対3、4回うぅ。でも俺5回以上見てる。お前上回んなよ、お前6、俺いや、お前が上回ってる。二階堂くん、ん、ファンスコいるかい。え、いいのかい。でもそんなことしたらおじさんが。僕はここまでのようだ。なんで。いいかい、いい付きは絶対に守るんだぞ。そして本当にどうしようもなくなったらこのお守りを開け。あれ、愛してるよ。あ、愛してるよっていうか、おじさん、おじさんはちっちゃい男の子が大好きだからね。やべえおじさんでした。なんかもののけライフラインになってるよ。泣いちゃった、泣いちゃった。やりたいキャラできない。いや、えい。カービィのカービィの復帰してる。なんか知らんけど、どっから撃たれたの。背中、この上からだね。いや、これは恥だね。剣士、これはエアコン整備士の恥だね。エアコン整備士の恥なんだ。エアコンクリーナーの恥さ。何？恥さね。恥さね。恥さね。お前まだいけるんだ。香水まだしがんでる人いる？めちゃくちゃいいよねあれ。あれめっちゃいいけど。まず坊主ってとこいいよね。誰のこと言ってるって。あれ PV 坊主出たっけ。こんなとこ見せたくないな。なんか楽しい話してよ、二階堂君。ちょっとメモ帳見るわ。あんの？お前、えぐいね、老眼。課長のさ、もう一個上の人、あんま喋んないんだけどさ。ハム口なんだ、その人は。いや、そういうことじゃなくて。喋らないんだ。基本的に課長に相談とか背中で語るタイプか。背中で語るタイプじゃなくて、1言って10把握しろよみたいな感じで。いや全然全然。大事な時には、うん、こう相談とか乗ってくれるし、信頼を受けるタイプだ、うん、人としては。勝手に勧められてるわ。人望はあるのかい、その人の、うん、あるある。何歳ぐらいなの。家庭はあるのよ、多分。家庭あるんだろうね。あるある、うん、パソコンとか使えるタイプ。使なんかたまにさいるけどさ、その、うん、60歳ぐらいで全然パソコン使える人って大体信頼を受けるような、うん、あ、そう。次のお便りですが、下感で死のうかな。その人からさ電話来てさ。まだまだまだですか。うん、下感で死ぬの待ってる。まさかとは思うけど、大事がない限りは多分その人に話すことはないんだけどさ。あ、なるほどね。体調どうだみたいな感じで連絡来てさ、はい、なんかお前あんま気にすんなよみたいな、こう全然フォローできる体制でやるからさ、あ、なんか心折れんなよ、めっちゃ熱くない、どっこいしょって言ってた。言ってねえよ。すげえ優しいなって思って。優しいね。ね、どっこいしょだけ気になる。どっこいしょは言ってねえのよ。フォローできるどっこいしょ言わねえだろ。どんな女子それね。お前普段頑張ってんの分かってるからとか、なんかすごくない？見てるからこっちは。寄せ書きじゃん。そう、寄せ書き上司だね、お前。寄せ書き上司じゃん、おい。寄せ書き上司だった。寄せ書き上司はそんなにその寄せ書き上司って呼ばれてる。いい人なのに。ね、俺寄せ書きされたことに人生で1回しかないんだけど。そう。お前何回ある？口寄せはね、2回。口寄せしたことあんの？ 2 回。39度でインフル発覚した日に野球の試合出てました。高熱全然無自覚選手権。いいよ、やろうか。やるなよ。よし。やるな、やるな。あれ、なんか、やっべ、体マジでだり、やっべ、これはさすがに、と思って、サラリーマン始めて1年目か2年目、やばすぎ、これは、つって、うん、オフィス戻って体温測ってみたら、35度2分だったことある。そっち側に。ミスタードナ食べたいな。あ、何おい。え、果てしない闇の向こうへウォッホーみたいになってたけど。なってねえ。まださ、トリプルドーナツってあんの？あ、トリプルドーナツじゃねえ。トリプルチョコレート。ただの三国いいじゃん。トリプルチョコレート。ただの大はしゃぎじゃねえか。お前。大きくなって。な
何がだよ。親戚じゃなきゃ出てこないよ、そのセリフ。